皆さんこんにちは。今回はリクエストいただいた人参を使ったキャロットケーキを作ります。まずボウルに卵を入れて割りほぐしてください。そこへきび砂糖を加え、クリーム状になるまでしっかりと混ぜてください。クリーム状に混ぜたら溶かしたバターを加えてさらに混ぜてください。次にすりおろしておいた人参を加えて、さらに混ぜます。人参を混ぜ終わったら粉類をふるい入れてください。粉類を加えたらさらにくるみを加えて切り混ぜます。しっかりと切り混ぜたら生地は完成です。ここまでできたら型に流し入れて焼成です。180度で30分焼いたら焼き上がりです。焼き上がったらフィリングを作ります。人参ジャムは分量表のものを混ぜて作ってください。作ったジャムとクリームチーズを合わせたらフィリングは完成です。フィリングを作れたら焼き上がった生地を半分にカットしてください。カットしたらそこへフィリングを挟んで完成になります。